父リオンディーズ、母スコルピオンキッス、牝馬関西、高橋義忠厩舎入厩予定。祖母は最優秀2歳牝馬スティンガー、強烈な末脚を武器に活躍しました。本馬の兄弟も堅実に勝ち上がっています。初年度から産駒が好調のリオンディーズを父に迎え、バランスのいい本馬が誕生しました。足さばきは軽く、ファミリーの活躍は同様、本馬もスピードを生かして芝のマイルあたりが活躍の場となりそうです。早々に桜の舞台への切符を手にしたいものです。